皆さんこ、こんにちは。きねです。本日もニュージーランドのクライスチャージラスリーゴルフクラブよりお送りいたします。さて、今回の動画のテーマは、あまりにも体だけを回そうというふうに意識しすぎてしまうと、なかなかボールはまっすぐに飛ばない、上達が遅れてしまいますよというお話を進めていきます。我々レッスンプロは、積極的に下半身を使っていきましょう。状態を回していきましょう。 という話をしていくんですが、この動作は2つの動作とセットで行う必要があります。この2つの動作をセットで行わずに、体を回してばかりいると、ボールってまっすぐ飛んでいかないんですね。まずは2球お手本スイングを行っていきます。体を回しすぎてしまうと、どのような球筋になるのか、実際に見てみましょう。まずは最初のショットはドライバーで行っていきます。 今ご覧いただいたように、体はしっかり回っているにもかかわらず、ボールは弱々しいスライスボールになってしまいましたね。では続いてもう一球スイングを行っていきます。先ほどと全く同じ、体を回すことばっかり意識してスイングを行っていきますが、今度はピッチングウェッジで打っていきます。 今度は先ほどと違ってまっすぐ飛んでいきましたよね。これが皆さんを悩ましてしまう原因になるんです。多くの方が手打ちは良くないという先入観のもと積極的に下半身や体を回しながらスイングを行っていきます。ショートアイアンやミドルアイアンでは体を仮に回しすぎたとしてもクラブによって ある程度、先ほどご覧いただいたように、まっすぐ飛んでいくんです。ですが、これがだんだんクラブが長くなっていって、最終的にドライバーになってくると、途端にボールは捕まらずに、スライス系の回転になってしまう。これが落とし穴なんですね。体を回しすぎてしまっている、何か足りないスイングであるにもかかわらず、そこそこアイアンでまっすぐ飛んでしまっているために、 ドライバーの打ち方に問題があるのではないかといっていろいろな悪い動作を行ってボールを何とかまっすぐ飛ばそうとしてしまう。例えばフェースを極端に被した状態で極端なフックグリップにしてみたり手を強く返すようなスイングをしてみたりこれではたまにはまっすぐ飛ぶことがあるかもしれませんが再現性の高いスイングにはなりません。では 体を回すということはもちろん必要な動作であるんですが、この動作に一体何を付け加えていけばいいのかそれは、トップポジションからの左足方向に踏み込む。このようなバンプという動作。地面に対して強く踏み込むような動き。それプラス、腕の下方向の動作。 この二つが必要です。順序的にはバックスイングが行われてトップポジションが形成された後に踏み込むバンプ腕の下方向の動作その後で回転の動きという風うになるんですね。クラブが踏み込む動作と腕の下方向の動作によってヘッドが下方向の動きが 作られたことによって体の回転で自動的にフェースを閉じる動作になるんですね。それ以外にも下方向に重力を使いながら加速させていくという作用もあります。トップポジションから体を回そうという動作になっていくとフェースはこのように開きっぱなしになってしまいます。よくよく考えてみれば構えた時に腕の力を使いながら クラブを上に上にに、げたのにこの後腕の力を使って下方向に下ろさないというのはボールの方になかなか近づいていくはずがないですよね。必ずゴルフのスイングは体を回す前に上体の踏み込む動作によって下方向に力を使い腕も下方向に使っていくその後で回転していく これを必ず実践するようにしていきましょう。今回は、しっかり上体と腕を下方向に使えるように、このようなドリルを行っていきましょう。用クラブはピッチングウェッジを持っています。まずは、クラブをヘッド側、右手一本で握ったら、この状態でバックスイングを行って、捻転、トップの形を作りましょう。そうしましたら、勢いよく右手を真下に、1、 二、三、動かしていきます。この時に状態を動かしません。ただ右手だけを1、一、二、トップで空いた右脇を閉じる。閉じる。このように勢いよく振り下ろしていきましょう。その後で今度は左手一本で握ったら、同じようにバックスイングを行って、 1,2, 1今度も左手を下に、下に。ただし左手の場合は1、1,2,2回行った後に3、3という風に腕を下ろしながら回転の動作を行ってフィニッシュの形を作るという風に行ってください。まずは右手から1、1,2, 体は回しません。1,2, 右手の動作は必ず右サイドで全て完結させるように行っていきます。それに対して左手は、1、2、3という風に、切り返しからダウンスイング。ここで左手の力を使いながら、フォローにかけて大きく使っていくという役割があります。 右手は右サイド。左手は右サイドから左サイドへの受け渡しの動作を行っていく。そのような役割がある。というふうに考えてください。以上を踏まえた上で、今度はいつも通り握ったら、バックスイン。1、2、2回振り下ろした後に、3、というふうに素振りを行ってください。 構えて、しっかり捻転をしてバックスイン。真下に、真下に。この時に右手に力を入れても大丈夫です。右手で、1、2、振り下ろしたら、体と回転ともに左手をリードさせながら大きくフィニッシュ。構えて、1、2、3、4、5、6。という風に行ってください。 まずはこのドリルを行うことによって切り返してしっかり腕を下に振り下ろすということを覚えてください。そうしましたらこの動作を踏まえた上でステップ2に進んでいきます。ステップ2ではこの下方向の腕の動作に左足をグッ踏み込む動作をセットにして行っていきます。バックスイング踏み込む踏み込む 踏み込みながら腕を下に下ろす。この時体は回しません。トップ。踏み込む、踏み込む。2回踏み込んだ後に3回目で体をぐるっと回してください。踏み込みながら腕を下ろしたらその勢いを使って回転する。必ずこの手順を守るようにしていきましょう。そうしましたら実際にボールを打っていきましょう。 まずはボールを打つ前に、ボールの手前で素振りをしましょう。1、2、手元は下に、体も下に。その後で回転していく。このイメージを作った後にボールを打っていきます。 最初のうちは腕を下に動かそうという意識が強いと極端にダフってしまうことも少なくないと思います。ですがしっかり腕を振りながら体を回していく大きなフィニッシュを取っていくイメージを両立させていくことによって次第にボールに対してヘッドの最下点が前方に移動してダフらずに クリーンに打つことができるようになります。もちろん、この動作はドライバーも共通です。先ほど冒頭でお見せしたように、体をただ回していくだけではフェースは開いてばっかりです。クラブを下方向に動かして、体を回すことによって、スクエアな状態でインパクトできるようになります。 下に、下に、回してインパクト。 それでは今回の動画は以上になります。ご質問、ご不明な点はコメント欄までお願いします。それではどうもありがとうございました。